マノです。マノです。聞こえますか？マノです。コン。始まりました。始まりましたが、皆さんお元気ですか？すごい久しぶりな気がするのですけど、気のせいだと思うけど、久しぶりな気がする。多分ね、乗り前会配信が週1になったので、1週間ぶりってことで、この配信は久しぶりなんだよね。しかも、月曜日はゲーム配信で、金曜日は飲酒配信になってるんですけど、ゲーム配信、ほぼほぼゲームのこと、内容しかあんま触れてないので、ほんま日常的なお話をしておらず、飲酒配信は日常的というお話していくので、日常的な、はい。めっちゃバタバタ始まりましたが、はい、始めていきます。冬になると、廊下が冷凍庫な、冷凍庫まではいかないかも 廊下が冷蔵庫になっているので、めっちゃ便利ですね。コンマノです。髪の毛もだいぶ色が落ちてきました。めっちゃ配信まで駆け抜けてきた、ここの今までので始めていきます。今日は乗り前会所配信第37夜目です。2月、2023年の2月の24、もう2月のラストのお酒なので、今日は一応これはヤバい酒認定はまだだけど、ヤバい酒として選ばれたこちらです。テキーラなんです。これ自分テキーラ初めて飲むんだけど、だからちょっと飲み方をね、調べたんだよね。それで一応準備してきた、見ました。みんな分かりましたら教えてください、飲み方。こんな感じでおります。これはね、クエルボエスペシャル、スペシャルじゃなくてエスペシャルっていうらしい。ここに書いてあったね。しかもここのシール、ちょっと凹凸があっていい感じです。見た目かわいい、めっちゃいいよね見た目で。多分普通に透明だね。透明のボトルなので、こういう色をしてるんだっていうのわかる。テキーラこんな色してるんだっていう。ちょっとなんか蜂蜜みたいな色してて美味しそうなんですけど、甘くはないよね絶対。テキーラどんな味か分かってないので、飲んでいきたいと思います。みんなコーン、タケコーン、ミドレモコーン、ジュジュテンコーン、ハローサボテンダコーン。今日は雨降ってきて、帰りにみんなも雨濡れなかった？大丈夫ですか？なんかね、朝は降ってなかったよね。朝って昼、じゃあ飲もうかな。今日は飲みます。もう1週間あんまり自分が飲酒してる様子をみんなに知らせていないので、今日は飲酒している自分が見れるということで、よろしく頼みます。みんな今日はなんか人が少ない気がする。じゃあクエルボエスペシャル飲みますね。見てください、これ。なんだっけ、ライムを切りました。1個なんだよ。これ1個の量でこれが出来上がって、すごくね。8個切りにしました。8個。待って、ちょっと飲み方はまだ未だ分かってないんだけど、なんとなく分かってて、ライム準備がいい。あ、嬉しい、褒めてくれてありがとう。そう、準備がいいのですね。で、グラスはショットグラスっていうのが自分の家になかったから、まあ、ちょっと小さめのグラスにしました。これちょうどいいと思う。でもショットグラス買っとけばよかったね。というか、いろんなお酒飲むにあたり、なんかね、ウイスキーとか飲む時とか、ちゃんとそれ用のグラス、ちょっと今後試してみたいんですけど、だからショットグラスもちょっといずれ欲しいなって思いながら、普通のコップ透明グラスでも、これすごく飲みやすくて、でも一杯にしてはちょっと少なめで飲んでいきたいから、
少なめの小さめのやつで、あの親父殿から聞いたのは人差し指、指、指一本分くらい入れるって聞いたから、ちょっとそれ入れていきたいと思います。まず自分の飲み方としては、プランとしてはストレートで飲み、まずはね、ちょっとあのテキーラの味を知るためにストレートで飲み、その後ロックで飲み、その後にちょっとあのカクテル作りたいと思います。今日は盛りだくさんでお届けします。いつもさっとストレートで飲み終わるばっかり多いけど、はい、じゃああとはまたはロックだね。ストレートまたはロックしてかしてなくて、なんか割るってことあんまこの配信してないけど、開けます。夢コーン、瓶コーン、堂島コーン、緑もコーン、開けました。めっちゃ香るじゃん。え、これは結構好きな匂いかも。え、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い、これ。あ、注ぐか。しかもね、自分は偉いのです。こうやってコップの縁に岩塩を塗りました。なんか結構伝統的なテキーラの飲み方は、コップの縁に水をつけた後に岩塩をつけて、でライムと一緒に飲むっていうのがあの定番というか、決まり、テキーラ飲む決まりではないけど、一応伝統的な飲み方ということで、伝統的にね今日は飲みたいと思います。じゃあ指一本分指一本分、みんな見てて、入れます。え、こんなもん、ちょっと入れすぎ、見えますか、ちょっとだけ多かったかな。でもこんなもんだよね。でもショットグラス多分もうちょっと幅狭いから、ちょっと多かったのかな、分からんです。え、初めて飲むのすっごい楽しみなんだけど。これ匂いめっちゃいい匂い。岩塩と飲めるといいのがいいよね。というか自分カクテルとかそういうグラスの縁に塩がついてるだけでテンションが上がるので、じゃあで なんとなくこれコップの縁に刺しますか。なんとなくこれちょっとさっき切り込み1個入れたんだよね。ちょっと刺してみるね。これ刺すもんなのかよくわかんないけど、ちょっと固めちゃった。こんな感じですか。でもなんかショットグラスじゃないからちょっと見た目見栄え違うね。まあ飲みます。もう8分経っちゃったし飲みます。これつけたけど取って、いい?なる前から乾杯。飲むね。このままにいるね。しょっぱい。うん。え、おいしい。美味しい。ライムが美味しいのかもしれない。ちょっと待って。塩とライムにかき消されて分かんない。テキーラが分かんなくて、ちょっと。え、あ、これ、生きのりなの生きのりなの。あ、そうなんだ。ちょっと待って。それ分かってなかった。そうだね。確かにイメージはそうだ。指一本分したらこれ、生きのみするんだね。そっか。間違えた。あの、初心者なので普通に自分一口小さいからね。じゃあもう一杯いってみます。しかも自分あの一時期あの漫画読んでたんですよ。なんだっけ、ザ・ファブル。そう、ザ・ファブルを漫画を読んでた時に出てきたのが、そう、テキーラをね飲むシーンがあって、グビコンチュっていうのがあって、テキーラを飲む時の擬音でグビッてしたらコップでコンってして、でライムをチュって吸うっていう流れ、多分それが普通なんかテキーラを飲む時の飲み方っぽいので、グビコンチュしていきます。今日いきますね。再度改めて、
食べる？食べますか、これ。陽子の真似してみて。え、なんて、なんかセリフあったっけ？なんかセリフあったっけ？どんなだっけ？みんなよくしてくるね。ライムが美味しすぎる。そう、ブギックビゴンチュペダイヨチャ、ペダイヨチャっていうのもあったね。思い出した、あのバーで。ウニコン、バイコン、ノイズコン、緑もコン。うん、美味しい。ちょっと待って、ライムに夢中になっちゃう。酸っぱくないの、酸っぱい。酸っぱくて美味しい。はあ、これはね、ちょっと待って、お酒をちゃんと味わえないと。でも岩塩と合う。もう一杯飲んでみ、飲んでいき、こうやって飲んでいくのか、テキーラっていうものは。こうやって何杯飲めるかっていうのをさ、やったりするんでしょ。待って、今親父殿から LINE が来たんですけど、今親父殿から LINE が来たんですけど、日本人がそんな飲み方しちゃダメだよって言われました。何なの、え、なんで、何なの、日本人がそんな飲み方しちゃダメって。チェイサーで水あった方がいいかも。水の肝臓の作りが違うらしいです、日本人は。え、でもこれ漫画で書いてあったからね。とりあえずでも飲んできます、飲んでみます。ちょっと次も、親父殿の配信見てるの、配信見ています。これ早く食べた方がいいのか。これ吸うだけ？この何、ライムを食べている図を見られるのなんか恥ずかしいんですけど。ライムがめちゃ美味しい。今のとこ酔ってないでしょ。引っ張られるんですけどね。やばい、ライムが美味しい。待って、大丈夫かな。日本人がそんな飲み方したらダメよって言われたので、つまりどういう飲み方したらいいんだろう。ロックも今日飲んでみたいと思ってて、あとはコーラなんか割るとなんたらになるっていうのがあったので、あとコーラも飲んで、行きたい。怪人の酒の味のレポないよ。あ、肝心の、あの、そうだね。味の、なんか本当に、これにかき消されちゃうんだよね。ライムはやっぱり、口の美味しい時の感じなのかな。めっちゃライムが強すぎて、ライムに全部味をかき消される。で、ちょっとあの指より少なめに入れて、これだけちょっと飲むね。ちょっと岩塩も飲んだ方がいい？一緒に。ああ、うん、ふんふんふん、いや、美味しい。うん、美味しい。いや、これはね、なんか香りも辛は自分好きだなって思ったんだけど、まあなんか、わかんないです。テキーラってさ、なんかパリピが飲むお酒のイメージが強くて、なんか、クラブとかで飲むみたいな印象強いから、なんかあんま味わって飲むお酒じゃないのかなって、個人的に思ってたんですけど、
なんかもう味わわずに、さっきのルビコンチじゃないけどめっちゃ勢いよく飲むイメージしかなかったから、味はお酒ではないのかもだけど、味としては全然好き。いやでもめっちゃ度数強い味するね。これは度数は 40% です。うん、まあまあ強いお酒の度数って感じ。 40% だもんね。いやでも今ちょうどいい感じに体がまだ温まりきれてないけど温まってる感じっていう感じです。まあ親父殿からさっき指摘があったよね、日本人はこの飲み方は違うらしい、そうらしいですので、ちょっと飲みすぎ注意って感じらしいので、きっとね。あ、でも美味しい。ちょっと次ロックで飲んでみたいのでロックで飲みます。ちなみにこのライムは毎回挟んだ方がいいのかな。ライム美味しすぎてやばい、なんかレモンより好きかも。ライムめっちゃ美味しい。あ、ちなみに今日の部屋着はこちらです。緑が合うね。緑とこのグレスウェットが合う、ありますね。うまっ、めっちゃうまい。ライムが美味しい。たまにライムで一緒にお酒飲むことはあるんですけど、こうやってかじることもなかったからめっちゃ美味しいね。いや、ライムかじってるとこ見られるの恥ずかしいのでやめとこうやめとこ。はい、次ロックで飲みたいと思います。みんなどうしよう、自分飲み方間違ってるかもしれない。大丈夫かな、大丈夫かな。まあ今のところ大丈夫なんでミスとしていいですか。まあ次割って飲むのと、ちょっと薄めにあんま濃くなりすぎないように、氷もねちょっと溶け始めてるからこんぐらいでいけますか。ちょっとねゆったり飲もうと思います。はい、ライム味わい配信みたいだよ。でもライム美味しいことが分かりました。自分ライム好き。やばい、口がさ、これライムなんですけどめっちゃピリピリしてくる、酸っぱすぎて。美味しい、なんかお酒美味しいな。じゃあロックで乗る前から乾杯です。乾杯。あ、めっちゃいい、めっちゃ冷たくなっていい、いい感じめっちゃいい、美味しい。なんか口元にライムが残ってて、なんかすごく合いますね。なんかやっぱ岩塩と合うのかも。なんか伝統的な飲み方って言ってて、ライムも合うし岩塩も合うので、そのテキーラの伝統的な飲み方めっちゃいいのかもしれない。テキーラについて調べよう。テキーラはこれ、ちなみに親父殿からおすすめされたテキーラです。親父殿のおすすめによりこれを選択しました。これかなんかサウザっていうテキーラ美味しいよって言われて、でまあなんか自分は個人になんとなくしたんですけど、なんか見た目がなんか王道的な感じがしたので、テキーラの感じが。しかもサウザって調べたらなんかこれと見た目全然違くて、あんでもテキーラか。そう、色がこんな感じなんだね、テキーラって。なんかちょっと琥珀色みたいな感じ、なんかウイスキーみたいな色、違うかもだけど、はい。あー、なんかロックも美味しいけど、なんかちょっと物足りなさを感じる気もする。
かんない、岩塩とライムを一緒に飲んでないからかもしれないけど、岩塩とライム一緒に飲むのめっちゃいい、美味しい。ライムはつまみながら飲むのがいいんですか？ちょっと、なんかでも、わかんない、まだわかんない、今のところすごい良いは来てないけど、さっきなんかこの辺がね、胸元がなんか焼けるような感じはわかる。アルコール度数がめっちゃ強いから、飲んだ後にここら辺がね、なんかね、ぐわってくる感じはあって、でもなんかあのロックで飲んだことによりちょっと今落ち着いた。これは多分食べないよね。ライム絞って混ぜて飲んでみたら、それ絶対美味しい。ライム自分めっちゃ好きかもしれない。やばい、ちょっとライム絞って飲んでみるね。あんまり飲みすぎ注意っぽいので気をつけながら飲みます。じゃあこれこっち側へ絞るの知ってましたか？本当本来はこっち側の皮を背にして絞るらしいです、唐揚げとかにかけるときね。でも本当に正解なのかな、それが。これ絶対美味しいかも。あー、なんかめっちゃ美味しい。めっちゃなんかライムのすっきりさがやばい。なんかライムのさっぱり度合いというか、うん、なんか唇の端、なんかそう酸っぱさでめっちゃしびれるけど美味しい美味しい。ライムというかテキーラ美味しいかもしれない。でもあんま多分味わって飲むお酒じゃないんだよね、きっと。合わない、そのもともとは味わって飲むお酒なのかもしれないけど、やっぱり印象がさ、イメージがさ、めっちゃグイグイ飲むイメージしかないから、あんまり味わわないお酒なのかな、よくわかんないな。テキーラね、テキーラ初めて飲んだの自分は。ちなみにさっき言ったけど初めてなので、あんまりこれをいっぱい飲んだことはないけど、今のところめっちゃ好きかも。美味しい、普通に美味しいです。今度さ、自分が飲んできたお酒の中でランキングつけたいな。なんかそのお酒のジャンルのランキングみたいなやつ。なんかめっちゃお酒にも種類あると思うけど、ワインとか日本酒とか焼酎とかウイスキーとかジンとかラムとかビールとかいろいろあるけど、なんかそれのお酒の種類のランキングつけようかな。そう、自分割とお酒のストゼロとかね、結構これまですごいいっぱい飲んできた人ですけど、お酒の種類の中でも味のランキングつけたいなって思っていつもつけるんで、今度は種類つけてみたいと思います。テキーラは一応テキーラっていう種類なのかな。テキーラっていう種類、やばい、自分大丈夫かな、大丈夫ですか。いや美味しい。味わって飲むお酒じゃないのかな、でもこれっていうのが不安になってきた今のところいい、大丈夫ですよ、大丈夫だよ全然。いや本当になんか親父殿からあの LINE が来ているのではい、あんま一気飲みしない方がいいらしいのですけど、はい、っていう感じです。テキーラでも美味しい。お酒のオフ会してみよう。お酒のオフ会いいね。お酒のオフ会ってでもどんな感じ。お酒なんかあの飲酒イベントみたいなやったこと2回かな、人生これまで2回多分あるんですけど、
もうコロナの影響でそれ以降一回も飲酒イベントみたいなやったことないので、やりたいね。なんか飲酒イベントって言って銘打ってやりたい。普通になんか前に去年の秋ぐらいにやったあの夢についてのイベント一回やったんですけど、渋谷のロフトヘブンで、それは結構あの飲酒 OK な感じでやったから、ちょっとあのお酒を楽しみながら語るみたいなところはあったイベントできたけど、飲酒イベントやりたいよね。でも最近ね、自分ちゃんと飲みすぎぬよう毎日適度に飲むみたいな感じでいるので、そうだいぶ大人になったなという感じがするかもなんですけど、飲酒イベントはやりたい。あとこれ割って飲むのもね、試してみたくて割って飲むのもあるんですよ。なんだっけ、これテキーラとさっきあったライム等で作れる、あとコーラを足すやつ、ちょっと待って調べます。ライムとテキーラとコーラで飲むやつの名前がなんかあったんだけど、それをね飲みたい。このテキーラってやっぱでもやばいお酒だよね絶対。いや強め、強いよこれは絶対。いやなんか急にさ来るやばさみたいなのはあるのは確かにわかるんだけど、お腹がね、お腹というかこの辺がさっきもう燃えたけど一瞬、でもまあ落ち着いたけど、次お腹が燃えてる気がする。お腹がね熱い感じ、わかりますか？テキーラ飲んでる人わかりますか？なんかテキーラ飲んでる人いる？テキーラ飲んだことある人いますか？っていうかテキーラ飲む人っての飲んだことある人どんな感じ？テキーラっていうの、ちょっとテキーラ教えてほしい。自分まだ分かってないから。あ、まあちょっとちなみにさっき言ってたコーラを割るやつやりたいと思うんですけど、そうメキシカンコークっていうらしい。名前はコーラプラスライムプラステキーラ、コーラ用意しましたので、これをめっちゃ湯気煙出てる。やばい、色がコーラに染まったけど、こう美味しそうじゃない？これとライムって書いてあったね。なんか一応ライムを添え絞ったらいいのかな。これちょっとよくわかんない。あ、ちなみに今調べてたら割れ酔いしやすいテキーラをって書いてある。美味しく楽しめるおすすめの割り方7選、割り酔いしやすい。自分でも割とアルコールの分解早い体質な方だと思うから、あんま二日酔いすることめっちゃ少ないけど、だからあんまテキーラで割り酔いすることは飲みすぎない限り大丈夫だと思う。え、香りがいいね、香りがいい。自分の顔大丈夫かな。うん、え、おいしい、え、おいしい、やばい、めっちゃ合う。ちょっとちゃんと混ぜられてないんですけど、こうやって軽くちょっと混ぜますね。軽く混ぜて、おいしい、え、めっちゃ合うと思う。コーラとテキーラ、え、めっちゃ飲みやすくなって美味しい。美味しいし、コーラでライム味あった気がするから合うしかない。あ、そうなんだ、コーラとライム合いますね。コーラとライム合う、あとちょっとした塩気が合う。ちょっとまだね若干の残ってるという一気になくらないならないように、こう縁からね吸収するように飲んでるんですけど、あ、え、おいしい、これめっちゃいい割り方だと思う。大丈夫ですか？自分ちゃんとお酒レポできてるかな。お酒
鼻に塩ついた。お酒ん？テキーラよりメスカルが好き。メスカルって何？メスカルって聞いたことないけど、メスカルっていう種類があるの？すごっ。すごい。お酒めっちゃ熟知してますね、それは。すごいかっこよ。メスカルって名前がもうかっこいいけどさ、メスカルってもうなんかその一般的にあんま知られてないお酒のジャンルを出してくるところがもうかっこいい。メスカルって何？しかもなんか今軽く検索したばかりにめっちゃパッケージいいものばかり、めっちゃ気になる。すごい。メスカルっていう蒸留酒の総称らしいですけど、メキシコ特産みたいですね。待って、今日もあのズーム特典会、ズーム晩酌会あるので、もうちょっと飲んで楽しんだらこの配信終わろうと思います。そういえばビッシュの特典会行けた、行けてないから絶対に行きたいと思ってるんだけど、もう最近は全然行けずに、でも6月のライブは絶対行きたいって思って、いいなビッシュの特典会行けていいないいなって思って、自分も行きます。絶対行きたい。もう日々があっという間すぎて、もう2月終わって来月3月になるから、もうね、自分ビッシュめっちゃ好きだったんですけど、もうあと3ヶ月で解散になっちゃうから、結構まだ未だあんまり現実味はないけど、やっぱ現実なんだろうなとふと感じさせられるけど、そうなんだよね。そう、ラストライブ行きたいな絶対。テキーラ美味しい、テキーラ美味しい。自分のはいはい、鼻に塩かわいい。ありがとう。緑も嬉しいコメントくれて。メスカルってテキーラの、テキーラの兄弟っぽい兄弟っぽい。ありがとう。そうなんだ、ちょっと似てるのかな、兄弟。なんて読むのか分かんない待って、燻製ね、終わりました。燻製っぽい。燻製ってどういうこと、ちょっと待って調べるね。待って、楽しくなってきたけど、燻製なんかちょっと似たもの同士ってことだよね、きっと。多分なんか表現的にはそうなのかなって思ったから、燻製だと思う。やばい、テキーラお腹に来る。やばい、なんかいつもより酔ってる感じはある、実際ね。でもお腹に来るのやばくない？なんかお酒でお腹に来たことないんですけど、いつもの飲酒と違うね。なんか若干違う気がする。やばい、お腹に来る。大丈夫かな自分。いや、顔面が。もう一個暗くしようかな、部屋を。ちょっともう一個暗くしよう。はい、雰囲気ですよ、雰囲気。みんな元気ですか？今日は40分くらいに終わろうかな。もうちょっとしたら終わりますね。水飲んだら、水今ない。いつもね、水用意してないから、この氷だけあります。氷も美味しい。
なんかお腹がすごい、お腹が燃える感じがあって、まあ、テキーラ初めて飲んだんですけど、これは飲みすぎたらデロデロになると思った。これあんままだわかんない、結構飲んだかな、え、どうですか、このぐらいはわかんないけど、な、何分の1わかんない。香り好き、普通に香りがめちゃいいなと思ったのと、味わいはなんかアルコール度数強いお酒の味と思いながら、なんかでもまろやかだよね。なんか、あ、でもわかんない、アルコール度数強いお酒ってまろやかな気持ちで、味が柔らかく感じながらも、うん、アルコール度数強いみたいなところはあると思うんだけど、うん、わかんない。でも味はお酒じゃないのかもしれない。うん、美味しいよ、このコーラとめっちゃ合うんで、おすすめです。コーラだけ飲めないだね。これもうちょっとあるんで、これ飲んだら終わろう。え、コーラだけ飲んでます。飲みますね、コーラだけ。ひー、みんな元気にしてますか、元気にしてますか。今日も美味しくお酒が飲めてよかったです。自分はめちゃめちゃ髪色落ちてプリンに乗ってきたんですけど、最近待って、ちょっと大丈夫かな、もう黒歴史になりそうで怖いんですけど、今日も、まあ、いつものごとくですけど、それは水飲んでお腹を薄めよう、うん、薄めておきます、休みます。そしたら、ちょうどましたら。鼻に塩がついちゃう、これ。これどうしたらいいの？ちょっとどうにもできないんだけど、これ。どうしても塩ついちゃうんだけど。あと、塩は半、何ですか？このぐらい残ってます、塩。他はね、もう全部飲み切ったので、この塩がなくなるまで、この後のズーム特典会よろしくお願いします。ズーム晩酌会。そう、晩酌会って言いたい。晩酌会。あ、晩酌会、もう始まる。45分から始まるので、皆さん、来れたらよろしくね。元気です。実は、初の、チェキ、アイナさん、そうなの。知らなかった。すごい。ちょっとそのお話今度また詳しく聞かせてほしいです。じゃあまたね、みんな後で特典会参加してくれる方はお会いしようね。ありがとう、今日ありがとう、本当に久しぶりに飲酒する様を見せられてよかったです。初めてコメントしてくれる人、違うかもけど、ゆめさんとか、ありがとう。またね、ハルサボ、バイバイ、バイコン、バイバイ、コンコン、コン、バイバイ、ウルモコン、バイバイ、ウリコン、コン、バンバイ、みんなコン、バイバイ、全員バイバイ、ジョジョテンコン、バイバイ、ウルモコン、バイバイ、全員だよ、タケコン、バイバイ、全員です、全員、バイバイ。